はい、おはようございます。のにまるです。今日は2018年5月の24日、木曜日ですね。今時刻は7時19分になったところです。今朝も朝のチャート観察を行ってみたいと思います。よろしくお願いします。先ほど、というか早朝ですね。FOMC の需要指標があったというところなんですけども、特に大きい動きをするわけでもなく、この陰線あたりですね、夜中3時だったので、ズドーンとね、日中の時間、強い下落をしてきたチャートなんですけども、そこからじわ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 上昇してきて、で、そのね、FOMC 後の動きを見ていたというところですね。たまたまね、起きていたので、その利用しよう後なんですけどね、ドーンと下がってきたこのあたりですね。一回運エントリーをしてみました。110円割り込んだあたり、違うか、110.14。この辺ですね。はい。で、今の流れからすると、これで4時間足、まあ、トレンドブレイクしたっていうところで、上がってきたら、ああ、売られやすいなーっていうところなので、まあ、この戦略を持ってね、まあ、週末、木曜日、金曜日と見ていきたいところ、というところですね。さあ、昨日ね、かなり強く売られてきたので、この時間調整で、こう横の動きになる可能性はあるので、ぐっと上昇してきたとして、110点、5円付近、110.6円付近だったり、こういったネックラインですね。というところまで、まあ、じわ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 した上昇だったりとか、というところはね、可能性としては考えられるので、まあ、その点、まあ、注意していきたいなというところですけれども、これだけ強く売られてくるとね、まあ、戻り売りが入ってくる場面になってくると思うので、はっきりと上がった位置、まあ、戻ってきた位置からは、売っていきたいなと。今、30分とかね、15分足レベルで戻りを作ってきたので、そこを一回打っていったっていうところですね。で、この流れ、まあ日中どうなのかわかんないですけども、直近安値を抜けていかないような動きになってくると、今言ったようなね、横の動きになってきやすいと思うので、まあそうなったら、決済と、また、プランの練り直しと考えていきたいというところですけども、まあ昨日もね、まあ日中に大きく動いてきた。まあ、どっかでウッドポジションを持っていきたいなと、いったところです。で、ここ、まあ、110円っていうところを割り込んでくると、実際に今ね、陰線確定して、かなり強い勢いでね、売られてるっていう現状が 次の目標って大体このあたりですよね。109.25とか。で、その下になってくると、8.9とか。まあもちろんね、109円っていうラインは、まあ、意識されている状況ですけれども、まあそういった位置まで下落していく可能性は、まあ十分考えられるというか、まあ近い未来にはそうなりそうな場面なので、そういったところを踏まえてね、目標を決めようと、ちゃんと見ていきたいなというふうには思います。で、まあ、他通貨ペアなんですけども、ユーロドル、直近安値を超えて、まあさらにこう下落していったと。こういうのが冷やしですね。まあ、どっかなんかにね、こう強い戻しっていうところを想定してチャートを見てるんですけども、まだまだその兆し、まあ、はっきりと、4時間足で戻り高値を超えてくる展開にはなってないっていうところなので、もうちょっとね、様子を見ていきたいなというふうには思います。オーストラリア これ82.5円っていうところ。以前のネックラインですよね。日足レベルのラインで、こう強く反発している状況です。まあ、この目標値としてはね、まあ、かなり使いやすいラインだと思うので、こういったように反発した後、
こちらもね、ドル円同様戻り売り狙えるポイントがあれば、狙っていきたいなというところですね。よいしょ。今、この、まあ、強くも、戻ってきて、83円から、83.5円ぐらいですかね。まあ、そういった位置での、まあ、値動きにはなってきそうかなと。今、一旦30分、1時間しているので、まあ、トレンドブレイクしていきそうなので、まあ、戻り売り候補としては、昨日、その部分ですね。今週の初めだったり。そういった位置で今、眠気をしているので、まあ、日中の時間、こういったところに注目していきたいかなというふうに思います。まあ、強い動き出しをすると、まあ、そのまま、トレンドと継続していく場合と、まあ、強く行き過ぎたので、その、時間調整ですよね。横の動きになるっていう、その2つを考えていった方が、良い場面で。まあ、トレンドが進行していかなければ、記憶撤退して、チャートを見ると。まあ、レンジの状況を想定すると。あとは、まあ、戻りが入っていきそうな場面だったら、戻りを仕掛けていって、直近安値を抜いていくような、まあ、そういった動きを想定していくのがいいんじゃないのかなというふうには思います。はい。それでね、今日のチャート解説、終了だと思います。今日も一日張り切っていきましょう。